鈴木の彼方。こんにちは、鈴木の彼方です。今回は3月1日にヤマハさんのトレーサー 900GT と MT-09 系統からリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。前半はいつも通り公式サイトの内容を読み上げ、後半はその内容の解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成をしています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。先に断っておきますが、これから読み上げるものは一つのリコールとして掲載されているものです。 1. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、減速中スロットルを閉じた状態でクラッチレバーを握る際、クラッチレバーの握り幅が小さい場合、燃焼室内に吸入される混合気が薄くなることがある。そのため最悪の場合エンストする恐れがある。 2. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、アイドリング状態からスロットルをわずかに開けると燃焼室内に吸入される混合気が薄くなることがある。そのため最悪の場合エンストする恐れがある。 3. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルボディの弁を回転させるモーターに流れる電流が遮断されるとともに、エンジン警告灯が点灯することがある。そのため最悪の場合スロットルボディの弁が操作できず走行できなくなる恐れがある。 4. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、部品またはシステムが故障した場合にエンジン警告灯が点灯しない。そのため保安基準第31条別点115車載式故障診断装置の技術基準に適合しないとのこと。改善内容は全車両エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えるとなっています。対象車種はヤマハさんのトレーサー 900GT および MT-09 系統ですね。2021年2月10日から2022年2月11日までに製造された1813台が対象となっています。量が多い上に書いてある内容が意味不明すぎますよね。順を追って解説していきます。まず一番の症状、マニュアル車のバイクは信号停止時やカーブを曲がるときブレーキで減速しながらクラッチレバーを左手で握り込むという操作が必要になることがあります。この時ですね、握り込みが甘いといきなりエンストすることがあるという内容ですね。これ何が恐ろしいかってですね、カーブ曲がっている時にこの症状が起きるかもしれないっていうことなんですよね。カーブを曲がる時にバイクを斜めに傾けなければならないんですけれども、曲がり終わったら姿勢を元に戻すために加速しなければなりません。その加速がエンストしてできないので、最悪そのままガードレールに激突、最悪峠道だったりするとあの余域になる可能性もあります。2番目の症状は信号待ちから発進しようとするといきなりエンストして発進できないことがあるというものですね。3番目はエンジンに空気を送り込むか遮断するかを決めている空気弁、こいつを開くことができなくなってしまい、最悪そのまま立ち往生することになってしまうことがあるとのこと。4番目はエンジン警告灯が点灯しないので、ちゃんと警告灯は点灯しなきゃいけないという法律に引っかかるというものですね。いずれもバイクに積んであるコンピューターのバグなので、プログラムアップデートで対応しますというのが今回の対策内容になっています。今回の解説いかがだったでしょうか。ヤマハさんには今回のリコールは重く受け止めていただき、次の機種開発をするときには検証時間を十分に取っていただきたいものです。今回の解説は以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はですね、川崎さんのリコールについて解説していきます。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。